こんにちは、りょうです。今回はワンツーチーさんに来ています。ちょっと本当ドキドキしてるんですけど、頑張っていきたいと思います。いやです。やばい。やばい。今回チャレンジしていくのはこちら。やばくないですか、チョーラー担々麺。もう唐辛子だらけ、香りがやばい、めちゃくちゃ辛そう。いやー、なんかすでにもう心臓今バクバクしてるんですけど、この唐辛子の量やばい。もうとにかく頑張っていきたいと思います。怖い。買っていきます。パズパズ。いただきます。これもやばい。いきますよ。いきますというか痛いですわ。めっちゃ辛いですね。辛いですか？めっちゃ辛いです。やばい。もうちょっと食べられへんお客さん多いですからね。あ、そうですか。やばい。やばい。
食べられないお客さんも多いみたいですね。見せるんですよ、入れた瞬間。窓とかに来る感想、痛みとかよりかは口内がめちゃくちゃ痛くて、痛すぎて痛みが引かない。好好好好ちょっとそう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 。
京都激辛激闘編はこちらのワンツーチー京都錦麹店さんで超ラー担々麺をチャレンジしていったんですけど、やばいやばいの一言ですね。とにかく辛くて痛いんですよ。もうまだ痛いんですけど、ずっとピリ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 してて、もう見たらわかりますよね皆さん。たくさんの唐辛子、真っ赤なスープ、見た目のまんまの辛さというか、もう本当に痛からでやばかったです。今回も本当に申し訳ございません。スープと唐辛子と簡易完食できなかったです。ぜひ激辛好きな方食べていただきたいなと思いました。激辛好きにはたまらない辛さだと思うので、ぜひ食べてみてください。早速バルスを発表していきます。マックス、ちょっと胃痛が来てますね。今回は本当にやられちゃいました。いや結構京都過去一かもしれない、過去一が出ちゃったかもしれない。見た目に勝負する前から心折られてしまったというか、ワンツーチーさんでの撮影の日、朝起きた時からも本当に心臓バクバクで、もうめちゃくちゃドキドキしてたんですけど、やっぱり簡易完食できなかったです。ごめんなさい。激辛好きな方、ぜひ食べてみてください。大人気店で私が撮影している間も、たくさんお客さんが入ってこられてて、本当にお忙しい中、撮影させていただき、ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだ、やるぞ。Thank you.